今回は火災・盗難保険金は出ないのが普通という本を読みましたので紹介させていただきます火災保険金を出させるための戦略のまとめ火災発生時の状況を可能な限り映像または写真に撮っておく焼け跡の状況も映像または写真に収める自分が病院に搬送された場合には家族、友人、知人に撮影を頼む2 消防の火災原因に関する鑑定結果、警察の捜査結果の記録を保存しておく。3. 損保川調査員の残存物の採取には必ず立ち会い、勝手に採取させない。採取する場合には採取状況を映像に撮る。持ち去ろうとした場合、消失物のサンプルは1 2分の1をもらって保存しておく。4. 保険金の請求にあたっては、 口頭で保険金請求の意思を伝えるだけではなく、保険金請求書を配達証明付きで必ず元受け保険会社へ発送しておく。5. 不払い通知を受けても諦めずに訴訟に持ち込む。損保は被災者の泣き寝入りを待っている。住まいの保険を出させるための戦略のまとめ。1. 事故状況を映像に残し、証拠を保全する。2. 口頭で保険金請求の意思を伝えるだけでなく、保険金請求書を内容証明郵便で必ず元受け保険会社へ発送しておく。3. 不払い通知を受けても絶対に諦めないで訴訟に持ち込む。等な保険金を出させるための戦略のまとめ。1. 商品なら店舗入り口と店舗内に、車なら自宅や会社の駐車場に可能な限り監視カメラを設置する。 2. 車には4方向、撮影可能なドライブレコーダーをつける。3. 口頭で保険金請求の意思を伝えるだけでなく、保険金請求書を内容証明郵便で必ず元請け保険会社へ発送しておく。4. 不払い通知を受けても映像が残っているなら、採算を考えた上で、なるべく泣き寝入りしないで訴訟に持ち込む。 はい。以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。